ダーウード・ハン・パンニーダーウード・ハーン,パンー・ーーーンパンニーは、北、インド、ムガル帝国の政治家、武将、カルナータカ大使、デカン総督でもある。マドラスのセント・ジョージ要塞ダーウード・ハーンは、カルナータカのビジャプルの出身である。彼は、アフガン系のパンニーに属していた。1701年、ダーウード・ハーンは、帝国軍の司令官に任命され、1703年に、 カルナータカ大主ズルフィカール・ハーンがデカン総督に任命されると新たなカルナータカ大主に任命された。同年、ダーウード・ハーンは1500ルピーを使い、セーロンから30頭から50頭の戦像を購入した。なお、この購入はセーロン王から認められたものであった。1708年10月5日、ダーウード・ハーンは在任中、イギリス東インド会社に マドラス近郊のゴムラを与える勅令を発行した。1710年、デカン総督ズルフィカール・ハーンが、帝都に召喚されると、ダーウード・ハーン新たなデカン総督となり、カルナー・タカ大使は、サーダ・トゥッダー・ハーンが交代する形で引き継いだ。とはいえ、ダーウード・ハーンは、最小ズルフィカール・ハーンの代理人のような役割を、果たし、 在任中にマラーターとの間で1711年に、ズルフィカール・ハーンが結んだ私的な取り決めを再確認した。その取り決めでは、マラーター王国にチャウタとサルデンシュムキーを認めていたが、それは帝国の管理が徴収し、マラーター側に渡すというものであった。1713年2月、定位継承戦争で敗者の側に加担したズルフィカール・ハーンが、 サイード兄弟に殺害された後も、ダーウード・ハーンは、デカンに泊まり続けたが、1715年9月6日に、デカンに赴任したフサイア・リー・ハーンによって、ブルハーアンプル近郊で殺害された。ありがとうございます。